疲れ様です。開けました。今日から、新しいゲームが始まります。私の。よろしくお願いします。うわ、ハゲ！どのように負けた？詳しく。はなはなんごね。2日前の台を打ったらとんでもないことになったぞっていう。よし、終わったのか。よし、終わった！こっから、冒険アドベンチャーになります。もう俺ゲーム配信者になるから。お前ら、スロットの時代は終わりだ、もう。もう立派なゲーム配信者ね。それだ。では早速行こうと思います。プレステボタン。ほん。え？なんで？空き容量が足りんみたいだ、お前ら。不要なコンテンツを削除しよう。変わんじゃんよ。こんなん消していいんじゃないのか、こんなお前。ストリートファイター5なんかやってないだろ、これ。FIFA。FIFA はお前6万課金してんだろ、これ。さすがにそれやったら切れるだろ。パワープロ、パワープロ消せ！これは、これ何度これ。こんなんやってないだろ、絶対。海賊王と最後の秘宝。今消せば笑う。これ何度？これ VR なんかやらんだろうが、誰も。食い散らかしが多い。チャ呼んでこい。チャに聞こう。LINE しよう。チャに。チャに電話しよう。もう行くのもめんどくせえ。隣にいるだろう、いないんだろう。同じ家なのに。家庭内電話、別居みたいなもんよ。家庭内別居や。ちゃっちゃ。てねこいつお前らイルス使われてるんだこれ。拒否着拒。待て、 LINE だからかもしれん。っていうか消せんくなったんだが電話が。ボロいんよ、このスマホ。変えようか、もう、これ。っていうか、画面がフリーズしたんだが。なりながら。お、消えたわ。となると電話だよね、普通の。LINE 電話がダメなら普通でやってやるわ。充電切れるまで鳴らしてやるけんの、こいつ。おい、もしもし、あのな、容量が多すぎてどれ消していいかわからんけん、ちょっと来てくれや。あ、ストリート、ドラクエは消したらいかんやろお前。
あ、す、あ、ほな、ドラクエケースでいい。アンチャーテッドは。はい、わかりました。はいはい。ドラクエ消せやって。あ、スト5とドラクエとアンチャーテッドは消してらしいわ。スト5。いらね。何？何度これ？ちょ待てや、おい。やるんだって。やる、やらねえよ、こんなの。消すやつ。起動すんな。これどうしたらいい？こんなん、まあ、許可なくとか点取ってくれや。どうやって消すのこれ。始めねえよこんなの。やらねえよ。ちょ戻りたい。いいって、アップデートとか。プレステボタン長押ししろ。あ、え、どうするんで。これ OK。 どうやって消すのこれ。一番上よ。サウンドと周辺機器。ちゃうやねえか。フレンドやねえか。そこじゃねえ。あ、フォロワー。何これ。こっちか。何のトロフィーってこれ。オプションボタン。これか。削除。削除。これ。削除。いらねえ。そうそう。もう消えた？いいやないか。これ消しとくか。ああ。んで。こんだけやったらできるんじゃないか。もうむしろ。ドラクエ置いといてやろうぜ。もう大丈夫？これできる？ダーマンも消してええど。これできるだろう。これどうしたらいいんだ？企画ディスク。これか。これか。俺のはこれか？ディスク入れろ。ディスク入れてる。これだろ。キュイーン。FIFA。FIFA じゃないんだが、こっちなんだがお前ら。ハゲが主人公の神話を、なんか神を殺しに行くゲームらしいです。俺にぴったりだろ。重っ。新しいヨッシーだ。おもろい。俺全く知らんからさ、教えてよ。だいたい操作も説明書ないから全然わからない。ハゲそう、うん、そう。キッズの時間終わりだ。これからハゲをこう崇めていくぞ。全校ハゲとるけど、ええよもう。
むしろ望むところじゃろう。よし、クリアした。もう潜っとったんやけどな、一切やってないけんな、コポチ探しすまんかった。ハゲソウの指示も集まる。いいじゃん。重いよこれ。あれどっか。なんぼやったっけこれ。お、あんじゃん。な。神話アクションアドベンチャー新生、伝説のスパルタ兵クレイトスの戦いは北の神々の領域へ、運命に翻弄される父子の冒険の旅が今始まる。なあなあこれ剣とかあるの。解説頼む。北欧神話は強いよ俺。ロキだよ、フェンリルだよ、ユグドラシルだよ、フレスベルグだよ。イベントばっかやぞ。それはそれでラックてえが。狼と違って強いんだろ主人公んで。こんなん死にませんわ俺。これから神になるわ。レーバー店あるよ。お、比べたら相当ぬるいよ。なんすこれこれ、俺が求めたのはこの落差よ。虐げられてきたハゲが神になり草に復讐する話。グングニルもあるよ。いいね。ヨッシーより簡単だといいね。ヨッシーより簡単じゃない。ハゲは変えとる。グリフォンヘルムもあるよ。エイムないやろ多分。どうせ脳筋ご利用し系ゲームだろ。だったらいけるぜ。脳筋こそ俺の真骨頂だ。基本ご利用しでいくから、ゴリゴリのゴリでいくで。赤炉ではできんかったご利用し系をこっちでいかんなく発揮してやるけんの。エイムあるぞ。うっそあっちでもそこそこゴリでしたよ。あっちなんかきめ細かいプレイしよったろうが、グリグリ待ったっちゅうねん。飛び込んだ不用意に飛び込んでゴリなんかしたら死ぬで。剣の試練も今ならできるやない。いや無理だあれは。パリあるから。なんだって体感あるよ。ほんと何時間おったん。な、2時ぐらいから10時までやかな。いや、粘ったよ、俺も。頑張ったんだよ。いつか跳ねるはずって。2000円で1200枚出しとった時が俺のマックスでした。あの頃の俺は輝いとった。それが気がついたら、
夜には 2-5 負けだ。はなはな気持ちよかった。そりゃもう天にも昇る気持ちだったわ。これよこれ、ようやく花が俺に心を開いてくれた。そんなことはなかった。鉄椎くらった。なんでだよこれ。おい、うん、始まるのか。ふんす、うん、なんなんだこれ。アップデート、知らん。プレステ4は固まらんだろうが。